ザンと氷見てくれ。今日はね、新しいブロリーがラインナップされていたガチャをね、やってきたの。もうブロリー出るまでやる気がね、いやーかっこいいんだもん。だってブロリーもう気が半端なかったんだけど、1回目ね、パカリンコロリン。最初さ、ラインナップ見ようぜ。 UDM バースト1919。ほほほほ、見てくれこのイラスト。うわー、腕が胴並みに太いっつう。なんじゃこれや、殴られたら死ぬよな。これ喧嘩勝負になんねえよな、こんな硬いクマじゃねえか。でね、ブルーゴクいいんじゃん、ブルーゴク。そしてなんこれ、なんじゃこれや、ビッグサイズ、スーパーサイズ3のブロリー。いやーかっけ。3のねブロリー持ってるんだけど、このブロリー持ってないんだよ俺、3のだから。めっちゃ欲しかったんだよね、ジャネンマな。俺の大好きなジャネンマに、まさかのフロスト&ボタモン。ボタモン超可愛くない？マジプーさんみたい。で、前のブロリーを、残りを開ける前に、見よう。おさらい。釣り、うわぁ、この紙のクオリティすごいよね。なんじゃこりゃぁ。これどうやって作ってんだろう？こんなかっこいい人形。見て、ブロリー。うわぁ、かっけぇ。この影がいいよね。顔の影。ザン。にんまり。3のね、ブロリーで、2回目やった結果、パカリン、コロリンとフロスト登場。フロスト、そしてジャネンマが揃ったのよ。いやこれ波来てんなと、俺の欲しいやつがすげえピンポイントで来るなと。で、3回目回した結果ね、カプセルちっちゃかったんだよ。で、ビッグサイズだからさ、こいつ、あの、いつもの通りカプセルでかいと思ったんだけど、ハッチ100とか大猿のさ、あの、カプセルみたいにでかいと思ったんだよね、ブロリー。で、ちっちゃいから、あ、違うなと。でもね、カプセルの色が違うから違うやつ。で、ブルーだったから、あ、ブルー悟空じゃん。やったーって見たらね、さ、なんじゃこれ。さ、なんじゃこれ。なんじゃこれ。この金髪さ、やつしかいないっしょ、今回。金髪。え、マジでと思って、中をね、覗いてみると、ドゥー、ドゥー、ドゥー、ゴゴゴゴゴゴ。ゴゴゴゴゴゴ。うわー、うわー、うわ。ちぐる。なんちぐる。でっけ。マジでけ。見て。比較。前回のスリーとの比較。残念。ノーラン、ワンパンダーズ。あ、すいませんでした。すいませんでした。うおー、めっちゃかっけー。でけー。でけー。ちょ、待って、何これ、重たいもんな。でもカプセルね、ちっちゃいんだよね。いつもでかいの入ってんじゃん。あの、ビッグサイズのやつをさ。もう今回なんでちっこいの入ってんだろう。ハッチ100もでかかったのね、前回やった。今回ちっこい。うわー、でもかっこいい。見てくれ、このブロリー。見て、髪の毛めっちゃ痛い。刺さって、普通に血出る。危ないんだよね、この髪。見て。しかし危ないけど、後ろ姿がイケメン、後ろ姿がかっこいい、お前は引っ込む、今回俺の出番ださ。横顔もイケメン、そして真正面筋肉、すげえ。え、待って、これかっこよすぎじゃないこれ。いや、え、やっべえなこれ。もうなんかすげえ感動してきた。よくこんなさ、小さいのにここまでのクオリティ保てるよね、細かく。素晴らしい。ホバリング、宙にホバリングしてるブロリー、ゴゴゴゴゴゴゴ、かかると、めっちゃかっこいい。もうクオリティは文句つけようないもんね、これ完璧。クオリティ完璧。小さい人形だったら買うの許されているからさ、すげえ嬉しいんだよね。でかいの買ったらさ、捨てられんだよ、場所ねえっつって。まあ今の捨ててスペース作ればいいって言われてんだけど、捨てるのなんてないじゃん。だって新しいの書いて、いや、かっこいいな。何これ、見とれちゃう、見とれちゃう。そして来るかな、コラボレーション来るかな、ザン。見てこれ、ダブルブロリー3。うわ、この迫力、顔面がっ。いや、つかでかいなこいつ、マジででけえわ。めちゃ、あ、てかカプセル本当になんでちっちゃかったんだこれ。意味わかんねえ。ということで今回はなんとね、ブロリー無事にゲット降臨できましたということで、みんなにもね、ぜひゲットしてほしい。まだあの持ってない人、ぜひね、見つけたらやってみて。めっちゃかっけえから、このブロリーは絶対ブロリストであるならばゲットするしかない。これブロリスト歓喜。もうブロリー大好き、ブロリスト歓喜。うわー、肉体すごいな、この分厚さ。
もうパンチこれさ、効かねえだろ、こんな分厚いボディ。憧れのボディだよな、これ。喧嘩強すぎ、こいつ、でかすぎ。いやー、かっけえ、ビッグサイズ。もう今回はね、大勝利中の大勝利だったね、ガチャ。素晴らしい、クロス見て。ジワラン、なんか怖くない？おい、喧嘩ってんじゃねえぞ、で、ね。いや、怖えな、クロスと。で、ジャレンバね、大好きなジャレンバ。尻尾いいね、この尻尾の感じ。そして背中も作り細かいし、ジャネンバがね、何気クオリティすごい高いんだよね。ほら、ジャネンバ。うわ、すげえ。1回200円の価値ありまくりで、クロストね。クロストも細かく見ると、なんかクロストのね、顔がね、じわるんだよね、クロスト見て。クロストじわらんなんか。ほら。うわ、でも作り細けえなー。素晴らしい、クオリティ。尻尾の感じね。尻尾も素晴らしいし、あー、このシリーズマジ大好き。ありがとうございます。フロスト&ジャネンバでした。ザン。最後にね、ツーショットで、フロスト&ジャネンバ。なんか、ゲームみたいだよね。フロスト&ジャネンバ。いやー、ジャネンバかっこいいなー。そしてね、最後に、ブローリーをもう一回見て、ゴー、終わろうぜ。さっ、俺を忘れるな。さっ、いや、俺だ。さっ、いや、俺だ。さっ、自己主張が強いブローリー。俺の筋肉を見ろ。じゃあ、また次回ね、違う UDM バーストで。お会いしましょう。最後はダブルブロリー3バイバイである。どの角度から見てもかっこいい。うわー、いいなー。みんなもぜひね、手に入れて、これマジかっけえから。自分の手で持ってみないとね、このずっしり感わかんない。めっちゃ重いからね。うわー、ブロリーありがとう、来てくれて。早速飾ります。